ベースボールマガジン社、陸上競技マガジンイコールトラックフィールドマガジン第15巻第3、マガジンイコールトラックフィールドマガジン第15巻第3号より、森本葵森本葵は、日本の陸上競技選手、陸上競技指導者、体育学者、駒沢大学名誉教授、元800メートル日本記録保持者、1964年東京オリンピック日本代表、 駒沢大学陸上競技部監督として2000年に箱根駅伝初優勝に導くなど、同大の礎を築いた、同総監督、顧問を歴任、日本学生陸上競技連合参与を務めた、三重県二見町出身、三重県立寺山田商業高等学校、中央大学卒業、高校入学時は野球部だったが、脚力を買われ陸上部に加わり高校駅伝に、 出場。県大会で一区区間賞を獲得したのを契機に、陸上の道へと進む。元プロ野球選手の中村みは、高校の同期。東京五輪当時は、マラソン優勝の裸足のアベベビキラ選手と同じ身長、体重だった。身長178センチメートル。中央大学在籍時に出場した日本、陸上競技選手権大会では、第44、45、 47回大会の男子800メートルで優勝を飾った。卒業後はリッカーに所属しながらドイツマインツ大学へ留学。1962年、アムステルダムの競技会で1分50秒9の日本体記録を出し、翌年には日本記録を4度更新。1分48秒1まで短縮した。1963年のポルトアルグレイユニバーシアードでは、 日本選手団キャプテンを務めた。1964年6月11日、留学先のドイツ・マインツで800メートルで1分47秒4の日本新記録を受立。この記録は1993年法政大学の小野優成によって更新されるまで28年10ヶ月の間日本記録として残った。東京オリンピック男子八百メートルの日本代表であり、 同種目で優勝したピーター・スネルらと共に優勝候補の一人だった。森本はマインツから8月に帰国したが、その年の日本は猛暑だったことと、急性肝炎を患ってしまい、オリンピック出場は厳しいと言われたが、日本の期待を背負い、東京オリンピックでは準決勝6着に敗退した。準決勝後はそのまま緊急搬送。森本が急性肝炎を患ったことが、 新聞に報じられると、日本中の有志から、回復期間として肝臓に良いとされるシジミが、届けられたという。準決勝敗退については、日本人初の五輪金メダリストで、東京五輪陸上チーム総監督を務めた、小田三夫が後に、期待されていただけに今思い返しても、残念だったと語っている。本人は早めに、日本に帰国し、調整して臨めばよかったと後悔している。 また、最終聖火ランナー候補だったが、翌日が800メートルの予選だったために監督から予選に集中しようということで辞退した。1966年バンコクアジア大会を最後に現役を引退。リッカーを退社後、1967年に駒沢大学陸上競技部監督に就任。同好会として初めて、 箱根駅伝に出場した同向にとって指導者の獲得は急務であり、その白羽の矢が立ったのが森本だった。苦心を重ねたが、1995年に大谷博明をコーチに迎えて強化を開始すると、1997年第9回、出雲駅伝で駒沢大学を初優勝に導いた。1998年第10回出雲駅伝では、連覇を飾り、 第30回、全日本大学駅伝対抗選手権大会を制するなど、駒沢大学を駅伝の競合校へと育て上げた。2004年に監督を優退した後は、総監督、顧問を歴任。この間、駒沢大学経営学部教授を務め、ランニング、ウォーキングの科学的考察を行う。2007年、RF ラジオ日本で、 箱根駅伝2007ライブ放送のオール解説を務めた。2020年11月1日の午後に体調を崩し、病院に運ばれ、それからは入院していた。2021年2月28日12時28分、腹部動脈流破裂のため、東京都三鷹市の病院で死去。81歳没。国立国会図書館を参照。ありがとうございます。